Mom packed me a brown bag every day. From 5 years old up to 18. A note that said I love you, XO. And all my friends, they're begging me, making bids on Mom's fresh cookies. こんにちは。現在、うん、盛岡県、はい、盛岡県岩手県、はい、盛岡市にいます、はい、今日ちょっと車からじゃないんですけど、うん、ホテルからオープニング撮ってます。盛岡グルメといえば、三大麺なんか麺が有名らしいな、うんうん、盛岡でなんか三大麺が、三大麺っていうのがあるらしい、はい、一つはまあもう有名、冷麺、盛岡冷麺、これはもうめっちゃ有名な、私たちも大好きな盛岡冷麺、うん、二つ目がわんこそば、わんこそばこれも有名、うん、まあ、でもなんか盛岡っていう、盛岡なんやって感じやけど、うん、確かに盛岡のイメージはなかったな、東北のどちらかみたいな、どこか分からんけどわんこそば盛岡らしいです。で最後がじゃじゃ麺、じゃじゃ麺これは初めて聞いた、うん、じゃじゃ麺ではない、なんかな、ちゃうらしい、ひらがなのじゃじゃ麺、うん、あんまりどういう食べ物か分からない、からん、なんか見た目やな、写真で調べてみ たけど味があんま想像つかなかったな、うんうん、これを食べたいと思います、はい、盛岡で3つで、ホテルの近くにじゃじゃ麺の元祖、うんうんうん、老舗のお店があるみたいなので、うん、今日はそこに行きたいなと思ってます、はい、パイロンっていうお店、うん、白い竜と書いて白竜と書いてパイロンっていうお店、パイロン、これの本店がもうすぐ近くにある、うん、なので今からそれを食べに行きたいと思います、はい、行ってきます。盛岡城があるか、この辺ですかね、曲がって、え、渋いとこにあるね、どれや、着きました、これパイロン、うわ渋い、渋い店です。入ります。入りました。注文はサイズのみな、大中小があって中と小にしました。食べ方書いてるわな、味噌でニンニクだわね、酢を混ぜる、食べ終わったらチータンタン、この卵ここにあるからな、これを入れる、入れてスープを入れて、スープ入れてもらえる、すごい、初めてや、ほんまに食べたことない、面白いな、もう来た、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、美味しそ そう、あったかい、お皿もあったかい、来ました、これを混ぜるんや、教えていただいた、最初は思いっきり混ぜる、混ぜて食べると、うわほかほか、こんな感じ、食べてみます、うん、美味しい、なんやろ、味噌うどん、え、食べたことない味、うん、美味しい、いただきます、もちもちしてる、平たいもちもち、うどんみたいな感じだと、うん、おいしい、いろいろかけたけど、おいしい、うどんっぽいな、食べました、おいしかった、最後これを締めで卵があって、チータンタン、はい、おおおいしそう、卵スープ、味噌入ってるって、味噌をまた混ぜてスープにして飲むんや、うん、優しいお味、面白い、不思議な食べ物、食べてきました、はい、美味しかったな、美味しかった、なんか、なんか何やろ、新食感のうどん、うどん、うどんや新食感のうどんです、じゃじゃ麺という名のうどんです、なあ、もっと味濃いんかと思ってたけど、うんうん、そんなに濃くなくて、うん、後からいろいろ足してな、濃くしていく感じやったな、値段も安かったな、小で560円で、多分中が660円かな、うん、書いてなかったよな、書いてなかったメニューなかった、メニューなし、いきなりだって大か中か小かありますみたいな、それだけ教えてもらうみたいな、はい、でも面白い食べ物でした、面白い、老舗感あったわ、老舗、サインめっちゃあったもんな、めっちゃ飾ってあったいろんな取材来るんやろな、そこ元祖やし、うん、その締めのスープも美味しかったし、うん、卵入れな、自分で生卵溶いてスープ入れてもらうっていう、また斬新なスタイルやった、それも
美味しかったです。はい、あとは冷麺とわんこそば、わんこそば、それで三大麺を制覇。はい、はい、続いて、はい、別日なんですが、はい、冷麺を食べたいと思います。盛岡冷麺大好きなあ。普通に、まあ、店では食べへんけど。そう、店で食べたことはないけど。ないよな。あ、まあ、時々ある。あ、でもそれ焼肉屋で出てくる。韓国風。韓国冷麺やな。なんかその、売ってるよな。よくスーパーに盛岡冷麺って書いてるやつを、キャンプ動画とかでも。キャンプ動画でも多分あげてて。それぐらい大好きな。めっちゃ食ってたもんな。去年の夏とか。多分夏、2日に1回は食べてた。食べてた。本場じゃないけどな。それ作って食べてた。そうそうそう、楽しみにしててんな。うん、本場の盛岡冷麺。うん、今日は、うん、教えてもらってん なんか手作りできるところがあるみたいで、冷麺手作り、手作りしてそれを食べれるというところがあるので、そこに来てみました。ぴょんぴょん社、ぴょんぴょん社さん、何店舗かあるみたいな、うん、普通にお店も多分あるんやけど、そうそう、盛岡手作り村っていうところの中に入ってるみたいです。工場が入ってるの、これ工房か、工房かな、ぴょんぴょん社冷麺工房っていうのがその盛岡手作り村っていう中に入ってて、うん、そこにやってきました。はい、なんか調べたら1000円以内やっけ、1000円ぐらいでできるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、え、なんか思ってたより広い、広いな、手作り村、駐車場があって現在地なんですけど、この辺にあるんかな、ぴょんぴょん車の、じゃあいろいろやっぱできるんや。あ、なんかいっぱい入ってるやん、入ってる、なんか陶芸もできるって書いてたな、陶芸とか、なんかせんべい、こういう竹とんぼとか作れんじゃない、竹細工の、これですね、これです、ぴょんぴょん車、私たちが行きたいの、行ってみよう、平日やから誰もおらんかな、あ、もしかしたら貸し切りかな、思ってたより広い、ね、ほんまやな、こんな感じで中にお店が入ってるんや。ほうほうほう。ぴょんぴょんは？ぴょんぴょん。あった。冷麺手作り教室。焼き団子とか、せんべいっていう。うまいな。特に予約はしてなくてな。な。そのまま来ました。そのまま行けるみたいだったな。うん。外から見えるやん。な。ABC みたい。なんかな。クッキングスタジオ。ABC クッキングスタジオ。外から見えんねや。11時3時で。入ってる。これや。うまいな。20分で990円でできるな、まずポテトは、はい、チャレンジ、こんな感じで作ります。これを入れます、入れます。この今3種類入ってます。ガレーショデンプと小麦粉と重曹です。手のひらで塊り潰しながらボウルの底にペタペタと粉を広げてください。バババババ最初熱湯なのでお湯に触らないように周りの粉かけて、周りに粉を練ってます。熱湯でパン作る、まとまってきた、今こんな感じ、団子、この辺りから行きます。おー、上にくっつけたまま横にスライドしてきて落としていいです。おー、あ、落ちる、落ちる、はい、茹でられてます。2分30秒で、目が閉まって色が変わる。おー、今は透き通った。盛り付けます。卵から、卵2本あるちゃんと2本通り、はい、はい、あ、きゅうりが、え、あっという間に完成しました。早かった一瞬でできた。20分もかかってないな、かかってない、多分早かった。美味しそうやで、美味しそう、出来たて、美味しそう。まさか自分で作って食べるとは。しかもこんなに早くできると。いただきます。いただきます。うん、どう、うまっ、うまっ、すごい、うん、美味しいな、うまっ。なんかさ、家で食べてたやつより腰、なんか弾力がすごい、弾力があるな。シンプルな作り方やな、ほぼやったことはこねるだけみたいな。
とは基本やってくれて盛り付けるだけ。だから子供とかでもできるから、うん、いいよな。めっちゃ美味しい。焼肉屋さんなんか。焼肉と冷麺か。なんか来るときに店舗もあったな、うん、焼肉も美味しいんかな。うん、なんか自分がさ作ったんじゃなくてお店で出してるやつも食べ比べたくない。これ1000円で体験できるのよくない。あ、お店で食べたらいくらなんやこれ。800円ぐらい。でもお店の方がプロがやるからなんか美味しいんかもしれない。いくらでも食べれる。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。あ、美味しかった。書いてんじゃん。書いてた。冷麺のルーツは朝鮮半島の。やっぱり北西平城です。日本語読みやと平城。そういうこと。ふるさと地元料理人が作ったのが始まり。じゃあもう韓国冷麺なんや。言うなれば韓国冷麺を盛岡で作ったっていう感じなんや。へー、それが始まりでした。盛岡冷麺。私ここだ。な、楽しかった。楽しかった。美味しかったし。美味しかったな。よかったな、手作りして、うん、なんかしかもゆるい体験やったからよかったな。あんまりガチガチじゃない。ガチガチに作ったりせんかったもんな。マジでゆるく優しい手作り体験。初級誰でもできますみたいな。よかった。子供でもできるもんな、うんうん、ありゃ。しかもめっちゃ早くできたからさ。めっちゃ早い。なんか意外と時間ない人でもさ、観光してて、あ、そうやね、もう時間ないかとか思ってもさ、サクッとできる。誰も待ってなかったらな、うんうん、多分サクッとできる。でも定員6、もともと6名までとかな。6名まではできるみたいです。確かにこねるとこ6個ぐらいしかなかったもんな、うんうん、いや、面白い体験でした。面白かったです。教えていただいた方ありがとうございます、はい、ありがとうございました。最後は3代目のわんこそばを残してます。わんこそばチャレンジします。最後、ま、別日でな、はい、食べたいと思います。はい、はい、またまた別日でございます、はい、じゃじゃ麺、冷麺を食べて、はい、最後わんこそばを食べたいと思います。ついについにフードファイトわんこそばチャレンジしたいと思います、うん、で今日行くのは、うん、あずまやさんの本店っていうところに行きたいと思います、うん、はい、予約してんな。一応予約しました、うん、なんか100杯食べたらそうなんかもらえるんかな、うん、札みたいな、なんか手形みたいなもらえるらしくて、うんうん、証明みたいな、うんうん、まあ今日はそれにチャレンジしたいと思います。いけんのか。なんか食べれる気がな。結構なんかイメージはさ、めっちゃ少量がさ、うんうん、少量やから100杯ぐらいいけんかな、いけんかなと思ってたけど、お椀15杯でそば1枚分かけそば1杯、うん、とからしんで盛りそば1枚分か、うん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 、だから6、7杯分ぐらいあるんかな、100杯やと、うん、そうそうそう、それぐらい食べなあかんから。結構やばい。だいぶ多いと思う。余裕やと思ってたもん。普通でもだってさ、そんな2杯も食べる、まあ、2玉食ったら、まあ、2が食べれるかなぐらいな、うん、2人前食ったらええとこやん、うん、それをだからもっと6杯7杯分やばいよな。なあ、まあ、一応調整でな、うんうん、朝ごはんはほぼほぼ食べずにちょっと少なめにはしたんですが、うん、臨もうと思ってるんですが、チャレンジしてみます。な、100杯頑張っていきます。はい。行ってきます。着きました。なんか横になコインパーキングけど指定の駐車場があって、そこに停めることができました。この並びこれやん。うわ、老舗感やば。これです。あずまやさん、はい、創業明治40年。すごいな。もう建物がすごいで、よし、いざいざ参らん。フードファイト行ってきます。案内されました。2階席です。すごい、もうすでにやってる人たち。隣が男性グループがやってます。やってる、すごい食べてる。どんどんじゃんじゃん言ってめっちゃ食べてる。すごい、もうなんか見てるだけでお腹いっぱい抜き。一応なんかこれ記録書いてくれるの、うん、その時に一度閉めてしまいますと再開することはできないので、はい、よくお腹と相談しています。はい、薬味はこんな感じで9種類か。これを使いながらこのお椀で食べていくと、もうお腹いっぱいよ。お腹いっぱいだったらこれを閉じて終了。それではお箸と一緒にこちらの黒いワンしっかり上に持っていただいて、私の方に高く抜けるようお願いします。はい、
はい、見たぞー、見たぞー、まずはそのまま、うん、はい、見たぞー、うん、見たぞー、嫌がられてじゃねえか、はい、どうぞ、なんかつけた方がいいんかな、見たぞいいよ、いしょか、リムちゃん、いたします。まで何回結構いけるこれ、7、まで7です。お待たせいたしました、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ。1列15杯ずつ並べていくんですけど、こちらでお蕎麦1人前になります。まだ今のところまだいけそうやな、全然余裕ないけど、もうこれお腹いっぱいになるな、時間空いたら、うん、はい、お待たせいたしました、どうぞ。無限そばや、どうぞ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 、おかわりお待ちいたします。どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。こちらで30杯なので女性平均になります。全然食べる、全然いけるやん、やっぱりいけるやん、多分まだ赤いよ、そうやん、まで。でも開ける。まで、これぐらい。女性平均なしです。はい、お待たせいたしました。なんかいっぱいになってる。わかる。なんかいっぱいになってる。こちらで45杯になります。え？兄ちゃん、じゃん。100杯の壁は熱いかも。うん、無理な気がする。ちょっと楽になってる。うん。よいしょ、おかわりお待ちいたします。こちらで45杯になります。やっぱりめっちゃ早いな、食うの。え、もうでも、やばい、めっちゃお腹いっぱい。てかさ、ゆっくり食べたい。やばい、これ今 45? 咀嚼が疲れるじゃん。飲まない。え、500杯とか食べた人いるんですよ。そうですね、最高記録は570杯やばい、絶対絶対無理。つらい、つらいです。お姉さんがどんな気持ちでやってるんかが想像できない。ずっとこう入れてめっちゃ大変。これ何倍ぐらいですか。もう55杯ぐらいですかね。まだ半分ちょっとする。無理ちゃう。でもあんまり急いで食べたら出そう。逆流する。そしたら記録0杯になってしまうので、はい、気をつけてください。出したらあかんねや。そうない、出したら0杯だったらもらえんやけど。やもう無理したらあかん。食べた分なくなるの。ゼロ、めっちゃ面白い。いや、一応こちらで60杯なので男性平均になります。これ平均なんや。あと40か。結構きついです。制限時間はないんですか。制限時間はないんですけど、まだ休憩ができないですね。あ、うせえってなる。プレッシャーがあるしな。みーちゃん、じゃん、こちらで60杯になります。すごいやん。どうぞ、おかわりお持ちいたします。男性平均立ってるやん。あかり食いすぎやん。え、これで 60? これで、うん、これがあと2個ってこと。うわ、いけんちゃう。神様、もうだってお姉さん帰ってこんこって祈る。お姉さんができるだけできるだけ長い待ってない、待ってない。ロケめっちゃ多いのあるからさ。それが辛い。わかる。泣きそうやもん。泣きそう。修行や。多分人生で一番好きに食べる日や。でもあのカレーの時よりマシやねんけど。嘘、やばい。意外と食べれるわ。おかりゆっくりの方がいけるかもしれない。いやでも100はちょっときついかもしれない。さすがに全然食べられへんやん。朝食やね。今で75杯ですね。食べる。うわー、辛い。おかりはどれぐらい今。なんかお腹いっぱいやけどまだ食べれるなっていう。すごいやん、そば体勢あるやん。そば体勢強いな。この後デザートも来るのであまり無理しないでくださいね。デザート。これでやめようかなと思ってるぐらい。で多分頑張っても100杯いかれへんやん。
変わらないでもドロップアウトすいません。同じだけ食べようじゃん。はかりやばい、まあ、同じ量やね。いけるまだもうちょっといける。すげー、おー生まれてます。ケンジ越えの瞬間よかったんか終わって。なんかこうやって撮ってたら全部明かりがつった超大食いみたいな。弱音を吐いてます。やめるとか言ってる。それではデザートをお待ちします。はい、すいません。どう、うん、お腹いっぱい。味は美味しかったな、うん、でもこれはちょっとやばい。薬味がいくらあるとはいえ飽きる。ほんまに100は結構無理や。でもケンジより食べれたんで満足です。私すごいよ、奇跡。そんな人おらんよ。75杯です。記録75杯。他に79杯という。負けた。4杯勝った。4杯負けたんやけど、あかりが食いすぎやで。逆に女性平均30杯やけど倍以上食ってる。やっぱ食べれるんや私って。人より食べれるなと思ってたけど、やっぱな。でもさ、なんかあかりがちょっと太ってきた理由はさ、ケンジに合わせて食ってるからやとかさ、ね、さんざん言われてました僕は。いやでも食べんくてもいけんねん。いやいや、散々人のせいにしてきたんですよ、この人は。写真撮ろうよ。これが証明された。食べた食べた、楽しかった。でも、no. これはもう味わうというか修行です。体験ですね。こういう体験、こういう体験と思っていった方がいい、no. でも普通に味わいたい人は普通に飲めにはあんねんな。あるある、普通にそれを食べた方がいい。でもお蕎麦美味しかったんやけど。美味しかった美味しかった、うん、思ってたよりな、no. もっとなんか伸び伸びとかさ、うん、ぬるいとかいうコメントがあったんですけど、うん、全然美味しかった。でもなんかそのいっぱいのさ量がさ、うん、全然違うんやって思ったんやけど、まあ平均したら一緒ぐらいなんやろな、うん、多いのも少ないのもあって。全部少ないのやったら100杯余裕やと思う。いけるいける、めっちゃ少ないもんな、うん、あれは。めっちゃ少ない。でもめっちゃ多いのやったらそれの倍ぐらい、倍以上入ってるよな、うん、なんかたまに3倍ぐらい分入ってないみたいな。大体やな、大体です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばかった、ほんまにやばかった。あ、想像をはるかに超えてた、うん、なんか結構きつかったな。いやめっちゃきつかった。最初の10杯ぐらい食べた時点で、うん、あもう100杯ちょっと無理やな、無理やわって思った。もう飽きるし、うんうん、結構きついよな。でも薬味を食べすぎると、うんうん、多分お腹いっぱいになるし。でも薬味食べないと飽きるからな。そばに難しいバランスが、うん、どこを目指すかによるけど。100をみんな目指してるんか知らんけど。いや結構目指すんじゃない、まあ、女の人は花からな、もう無理かなって感じやけど、うんうん、そんな中我が妻あかり氏はなんと驚異の79杯という記録。でも女の人でも100杯行く人おんねやろ。いやでもフォローって書いてたで、すごいで75。まさかのあかりの方が食べるという。そんなことある、そんなことあった、すごいよ。いやこれほんまめっちゃ多いからな。75でも結構多分すごいって、うんうん、男の人で60杯から平均超えてる、うん、だってと隣の男の子たち71杯で俺もう無理やって言ってる人か。おーやろ、若い子でもそうやねん。いやすごいよ。だから100杯は結構、こっからあと25分の1。25はやばいな。無理無理、4分の3やもんまだこれで、うんうん、なんか多分めっちゃ無理したらいけるけど、うん、多分吐くと思う。吐く吐く、入ったら0杯らしい。そらそうやめっめっちゃ無理したら入るけど、もうなんかその後何もできひんかもな、うん、1時間は動かれへんかも。ずっともうそば嫌いになる、うん、もうそんな感じで、はい、3代目を食しました、うん、楽しかったな。楽しかった、美味しかったし全部。そう、てかわんこそばはほんまに美味しさを期待してなかったんやけど。そうやな、美味しかった、美味しかったで普通に、うん、でもまあ次行くならもうわんこそばはやらずに、うん、そうやな、あの店で普通に、普通のメニューもあるからな、普通のおそばを、おそば食べるのがいい、うん、食べたいです。もう味わってゆっくり食べるのがいい。食は結局ね。なあ、もうわんこそばはほんま、まあまあでも人生で一回はやりたかったから。そうそうそう、すごい記念には、思い出にはなるで一、うん、回な、うんうん、やっぱやることないわんこそばなんか、うん、もう
に。そういうだから観光というか体験料として、うんうん、まあちょっとな3700円とかやからちょっとお高め。まあ他にも多分何個かわんこそばできるお店あって、うん、もしかしたらもうちょっと安いお店とかもあると思うんですけど、うんうん、でもまあ人生に1回はな面白い経験として、うん、食べ放題って思ったら結構安くない。まあそうやな、焼肉食べ放題ってそんな確かにそうそう、でも肉やからねそれはそうかそばなんで、うん、でもまあよかった、うん、全部美味しかったし、じゃじゃ麺、冷麺、わんこそば美味しかった、全て美味しかった。麺類好きやな、やっぱり、うん、ぜひ盛岡に来る際は、うん、どれかなチャレンジしてみてください。100杯食べれずにすいませんでした。ほんまに皆さん期待して期待してもらったと思うんですが、ケンジは食べれるやろと誰かが言ってください、うん、やかりさんも不甲斐ない結果でもうでも無理せん方がいいなってなった、うんうんうん、ほんまに吐きそうやもんだって、うん、多分なんかそれはもう一番 NG、うん、そうそうやばいやん、うん、お蔵入りやでハイツゼロハイやった。ゼロハイやし、なんか映像残されへんし、2時かけるしかない。最低やんもう、うん、でもまあ楽しかった、ね、はい楽しかった、いい思い出になりました、うん、盛岡三代目を食すという回でした。ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。